ゆっくりドラム講座、ドラマーが見るといい物語。生徒さんの実力に応じた不面作成マルチアングルのドラム演奏動画作成24時間フルサポート、初心者からルーク統合まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日は新企画ネタ切れ、ドラマーが見るといい物語を伝授します。まず最初、青春伝デケデケデケ、芦原素直さんの小説が原作で映画もあります。両方面白いのでどっちも見ましょう。ベンチャーズ聞いて音楽に目覚めた高校生たちのいわゆる青春ものですね。主人公がドユテドユテってギターを弾いて世界平和って感じじゃなくて、普通の高校生が普通に友達とバンドをやる。楽器やってる人は共感できる素晴らしい物語ですね。練習場所に苦労したり、文化祭出たり、進路を考えたり、ごくごく普通の楽器弾いてる高校生の物語なんですが、そのごくごく普通が面白いからみんな楽器をやってるのです。スタンド、バイ、ミーとかそういうのが好きな人にはとてもおすすめです。今すぐ見ましょう。では、次、アンイル夢を諦めきれない男たち。これは映画ですね。カナダのメタルバンド、アンビール。1980年代に大人気、けど、今は、ってバンドの物語。ちなみに空想じゃなくてドキュメンタリーです。昔は球場でライブやるくらいの人気でしたが、今やもう見る影なし。メンバーの年齢は50代。けど、もう一度とツアーやレコーディングに奮闘する姿は、音楽やってる人には心に刺さる映画です。特に家族に借金してまでレコーディングするところはもう見てるこっちが悲しみで包まれます。音楽やってる人ならわかるでしょう。もう本当に悲しみに包まれます。この映画を見て、自分の楽器くらい自分で録音できるようにしよう。そうすればお金は節約できる。そう思ったくらい心を動かされる映画なのでドラマーはぜひ見ましょう。では次、ドラムライン、アメリカのマーチングバンドを題材としたまたしても青春ものですね。音楽と青春はきっと相性がいいのでしょう。ドラムやってるとマーチングってたまに聞きますが、マーチングのこと全くわからないって人におすすめですね。マーチング、バンドっていうのが一体どういうものなのか大まかではありますが、映画で楽しく理解できます。この映画を見るとレギュラーグリップを練習したくなるのでおすすめです。では、次、グミ、チョコレート、パイン、みんな大好き王健こと、大月健二さんの小説です。お前らと俺は違うぞって思ってる。中学生とか高校生の男子はみんなそういうこと思いますね。そういう少年が主人公の物語、そんな少年が友達とバンドを始めて、でまたまたバンドで青春ものです。3巻あるのでちょっと長いですが、俺は他の奴らと違う。あいつらは何も分かっちゃいやしないって絶賛こじらせてたり、こじらせてたことがある人には心の底からおすすめです。私は絶賛こじらせてる時に読んだのでとても心に残ってます。とても面白いので今すぐ本屋に買いに行きましょう。お後がよろしいようで本日はここまで。ちなみに一応言っておくと物語読んでドラムが上手くなるってことは残念ながらありません。心のあり方とか精神は変わりますが、演奏技術は変わりません。上手くなりたいならスリップノットのギタリストミック、トムソンが言ってたみたいに友達なくすまで家から出かけず1日8時間練習しましょう。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録はせずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の基本になります。ではお別れです。ねえ、簡単でしょう。